どうもこんにちは、今回はですねちょっと趣向を変えてですね、こうラジオ感覚で、ちょっと喋ってみたいなと思います。最近ですね SNS で話題になったこと、ありましたよね。女性がソロキャンプをしてて、声をかけられて付きまとわれるという事件ありました。で、なんか方々でね話題になってるのでこのニュースを見たっていう人も当然いるだろうし、いろんなですね思うことがあるという人もね結構いるんじゃないかなと思います。数年前からですねキャンプブームっていうのがあって、で、そのキャンプブームっていうのはおそらく、漫画とかですねアニメ、あとテレビ YouTube とか、いろんなところでですね、キャンプが取り上げられて、キャンプのいいところ、めちゃめちゃ綺麗なところですよね。そういったところを見てですねやっぱりキャンプにはまるっていう人もねたくさんいると思うんですよ。で、いるとは思うんですけど、そういうものっていうのはですね基本的に綺麗なとこしか切り取ってないんで、前から言ってますけど、ゴミが全く映ってないとかですね、なんかそれこそ手も汚れてないとかね、多分綺麗なところしか見てないんじゃないかなと思うんですけども、実際のキャンプっていうのはねいろんなことがありますよ。やっぱりなんか変な人がいたりっていうこともあるだろうし、うまくいかないことっていうのもね当然あるんじゃないかなと思います。で、この女性が声をかけられてっていう事件とかがあるとですね、よくこう女性はソロキャンプをしちゃいけないのかとか、なんでそんなに気遣わなきゃいけないんだ、こっちは楽しみたいだけなのになんでそんなやつがいるんだとかですね、いろんなことが言われたりとかすると思います。なんですけども、もうね男女問わずなんですけど、もう自己責任でしかないですよね。正直言ってもう危機管理は自分でするしかないと。で、こういう事件ってね、今までもあったじゃないですか。今回初めてそういう話を聞いたわけではなくて、今まで何度もそういう話を聞いたりしてて、おそらくね今回の人もねそういうこと知ってると思うんですよね。知ってるんだけど、なんならそれまでもねそういうことあったかもしれないんですけど、そこまでひどくなかったとか、そういうので、大丈夫というところがあったりするのかなと思います。大前提としてですね、男の方はこれ論外なんですよ。やってることがまずキモすぎるというのもあるし、僕だったらですけど、こんにちはとかね、目が合えば会釈したりとかするんですけど、それ以上はねやらないですよね普通で。なんでやらないかっていうと、それねうまくいった場合はいいかもしれないですけど、そのめちゃめちゃ断られた場合とか、わっキモみたいな感じになった時にもうその場にいたくないですよね普通は。だから、怖くてねそういうことできなかったりするし、常識としてですねそういうことは当然しないというところだったりするんですが、そういうこうナンパみたいなのは論外なんだけども、これも前提としてですね、一定数は絶対そういうやついますよ。世の中にはね犯罪を犯す人もいるわけで、そういう人って必ず一定数はいるじゃないですか。だからキャンプに関してもですね、そういうことをするやつがいるっていうのはもう一定数いるっていうのがまずこれも前提だと思います。今回の事件なんてのはもうほんとね氷山の一角だと思うんですよね。表に出てこないっていうね事案の方が絶対多いと思うんです。なんだろうな、こう何かあった人、こういうことあってほしくないですけど、何かあった人もね中にはいるとは思うんですよ。でもそういう人ってこう声を出さなかったりするじゃないですか。出さなかったりすることもあると思うんで、今回の話っていうのはね、本当氷山の一角だと思います。世に出てこない事案の方が全然多いというのがあるのかなと思います。で、キャンプ場としてですよね、キャンプ場としてはどんなところでやってたんだろう、なんか野営みたいなこと書いてあったんですけど、一応キャンプ場なんだけど、野営っぽい感じでできるところなのかな。管理人さんが常駐してないところだったりもするのかな、ちょっと分かんないですけど、そんなに今回の件正直言ってあんまり興味がなかったんで調べてもないんですけど、おそらく寝泊まり管理人さんがそこでしてないところですよね。そういうところの方が少ないですから。夜何が起こるか分かんないわけだから、管理の問題っても難しいですけどね。例えばなんかその女性一人で来てる人にはこう積極的に管理人さんが見に行くとかですね、そういうことはやってもいいのかなっていうのはちょっと思いますね。それでちょっともううざいから来ないでくださいみたいになったら、もうそれはキャンパーの人、キャンプやってる女性ですかの方がもうね責任を負うべきことだと思うので、それしかないと思うんだけどな。で、そのキャンパー側としてはですね、これもね危機管理の問題ですよね。危機管理をできてるかできてないか、そもそもそういう人がいない、そういう人に出くわすことはないと思ってやってるのかっていうところもあったりするだろうし、
キャンプっていうのはね、結局野外で寝泊まりするわけじゃないですか。でそれにはやっぱ危険は伴いますよね。人間だけじゃなくて、例えばイノシシが出るとかクマが出るとかってことも、まあ当然場所によってはあるでしょうし、うん、でテントの中で寝ますけども、まあ、やってることは野宿してるのと同じことですからね。どっか公園のベンチとかで寝てるのと、まあ、そこまで、まあ、それは言い過ぎかもしれないですけど、あまり違いはないのかなと思ったりします。でもこの野外で寝る危険性ですよね。危険性っていうものがなんか、まあ、いろんな人がいるキャンプ場、こう流行ってるキャンプ場とかだと、まあ、そこまで危険性もないとは思うんですけども、わざわざね、その人が少ないキャンプ場を狙っていくんであれば、うん、その辺はやっぱ危機管理っていうのはね、持ってないといけないのかなとは思います。それはもう女性の方が身の危険っていうのがね、やっぱ多いとは思うんですけど、まあ、その辺は理解していくしかないんかなとは僕は思うんですよね。そういうことを考えずにね、行けるのが一番いいですけど、まあ例えばですね、自分の家族、うちの娘とかですね、奥さんとかが、キャンプにハマってですね、例えばじゃあそうですね、今うちの子小学生ですけど、高校生とかになって、まあ、一人で行きたいと、一人でソロキャンプしたい、中学生になったから一人でソロキャンプ行きたいとかって言い出したら絶対止めますもんね。それはやっぱり危ない。で何かあってからでは遅い。だからまあ止めるわけですけど、まあそれが大人、今回の件であれば大人のはずなので、まあ大人が自己責任で、自分で管理していく分であれば、まあこれはもう自分のことですからね。何があってもしょうがないのかなと思います。まあその変な人がいて、今回はね、変な人がいて、そいつが悪いのは 100% そいつが悪いんですけど、でもやっぱりそういう人に会う可能性はあるし、そうだな、おそらくこれからもキャンプに行かれるんでしょうから、うん、なんかその辺は危機管理を持ってほしいなとは思いますね。相手の方が絶対悪いんですけど、それでもやっぱり危機管理っていうのは、自分ですべきことではあったりするので、うん、なんかこう人が多いところに行くとかね、なんかそういうことをしてほしいなと思ったりもしますね。でなんかやっぱりこういうことをね、男の僕が言ってもね、やっぱりあんまり意味がないんですよね。なんかその声かける側の方でしょうし、性別で言えばね、性別で言えば声かける側の方だし、なんかね、それこそその女性キャンパーの有名どころな人とかがですね、なんかこう本当一人しかいないようなところでやるのは危ないから人がいるようなところに行こうねとか、なんかそういう発信をしてもいいのかなと思ったりはするんですけどね。でもなんかそういうことをしてる人はあまりに少ないなという感じがしますね。僕が見てないだけかもしれないですけど、うん、昔から僕なんかはその何ですか、焚き火の後始末しようねとか、まあ、そういう動画を出したりとかねしてきたんですけども、まあね、こういうことを言うと説教臭いというか、うん、なんかうざがられるところがあったりするから、きっと、そういうことを出さなかったりとかするんだと思うんですけど、でもね、なんか女性が言った方が説得力ある気がするんですよね、僕はね。まあツイッターだったんで、ちょっとその方のアカウントとか見てたんですけども、まあ、なんかこうひっそりキャンプがしたいだけなんだということも書いてあったんですが、まあその人気のない場所に行くんであったら、やっぱり騒音のリスクっていうのはねありますよ。運が良ければ何もないけど、やっぱり運が悪いとね、今回みたいな人もいるので、まあその辺はリスクっていうのは覚悟しないといけないのかなと思ったりしますね。でまあ一人が気楽っていうのも書いてあったのかな、一人が気楽っていうのも書いてあったんですけど、まあ一人で行く以上はやっぱり自分が何とかするしかないというところも、これもリスクだと思うんで、これもやっぱり必要かなと思います。で、あとはキャンプ場に行くお金がないとも書いてあったのかな。だけどまあこれはね、お金ができてから行ったらいいと思うんですよ。なんか別に人が少ないところでお金がかかんないところでっていうのはすごくいいですけど、僕もそういうところ行きたいですけど、まあやっぱりね、野宿みたいなもんですからね、女性一人で行くっていう、そろそろなんかすごい事件とか起こってもおかしくないなっていうのが正直あるんですよね。なんかやっぱりそういう人がどんどん出てきてるんじゃないかなという感じがするので、今回みたいに何もされてないぐらいで、なんかちょっと違う方向というか違う方法を考えてもいいのかなと思ったりはします。もうあくまで僕個人の意見ですけどね。でも僕がもし自分の娘とか自分の奥さんとかがそういう目にあったんだったら、僕はそう言いますね絶対。
まあ、1人で行くんじゃなくてもう何人かで行こうよとか、そっちの方が危なくないよとかっていうことは絶対言うんで、もうね気持ちはすごいわかるんですよ、僕もそういうタイプだったりするんで気持ちはすごいわかるんだけど、このチャンネルではですね前から、ずっと前から言ってるんですけど、キャンプってね遊びですよ、ただの遊びだから、やらなきゃいけないことじゃないんですよね。僕とかなんかこういうチャンネルとかで動画やったりとかしてますけど、キャンプがですねやらなきゃいけないことになったら嫌なんで、なのでもうキャンプばっかりするような動画ってのは出してないんですけど、本当やらなきゃいけないことじゃないんで、遊びの範囲で、危なくない範囲で、事件にならない範囲でみたいな感じで、うん、なんか楽しくできるのが一番いいんじゃないかなっていうことを考えると、やっぱり人がいるキャンプ場、なんかこう人でワイワイしてるぐらいの方がまあ安全性は高いのかなと思います。こうなんでしょうね、某芸人さんみたいなもう完全に一人でもう静かな中でキャンプをするっていうのはちょっと難しいかもしれないけど、でも安全第一ですよ、遊びですからね。うん、ということでですね、まあ、こういう問題っていうのはね今後もきっと出てくるんだろうなと思います。出てくると思うので、なんかこう重大な事件、こう命に関わるような事件とかになる前に、なんかこうね、女性一人でキャンプに行かれてるっていう方も絶対たくさんいると思うので、場所選びをねしっかりするとか、危機管理というかね、そういうのをちゃんと考えていくっていうのがねいいのかなと思います。まあね、いろんなご意見あるとは思うんですが、僕はねこういう考えです。ということで、今回はね女性のソロキャンプで、声をかけられて付きまとわれる事件、これについてですねちょっと思うところっていうのをお話ししてみました。それでは